顔を見せても構わない。取材の条件を満たす女性は限られていた。そして彼女たちはプライドと自責の思いの間で揺れている。私たちはまた一人そんな女性に出会うことになった。この店で働いているのは10代の終わりから20代半ばまでの女性たち。求めに応じてさまざまなコスチュームでサービスを提供してくれるという。ニーズのないところにビジネスは成立しない。つまり世間には風変わりな欲望を持つ男がいるということだ。こちら原さんですね。今早番でも一番人気ある女の子で、会えばいい子だとすぐ、はい、分かると思います。私たちの条件を受け入れてくれた人、花、20歳。まずホテルの方に向かっていただくんですよね。2時間とおっしゃって休憩で入ってください。お部屋決まりましたらこちらの方にお電話いただきます。指定されたホテルは店から歩いて3分足らずの距離にあった。外界と遮断された暗い部屋に空調の音だけが響いている。ここが店の女性たちの職場だった。はい、お電話遊びです。佐藤と申しますが。佐藤様、はい。307に入りましたので。はい、307ですね。はい。待つこと10分余り。どうぞ。すいません。いいこちらも彼女も緊張していた。どうも。これはタイマーです。いつもと同じように振る舞ってもらうことにした。試しにリクエストしたのはセーラー服。こんな感じですね。見知らぬ相手と肌を合わせなければならない仕事。まずシャワー浴びるときに殺菌効果があるんで。働き始めたのは2年前。初めはためらいもあったらしい。キャバクラで、ね、お酒は飲めないのに無理して働くんだったら、まあ脱いだりとかするんですけど、割のいいこっちの方がいいかなっていう、うん、でも話聞いたら割とソフトな感じだったんで、それだったらできるかなみたいな、ちゃんと家にもお金を入れてるんで、まあその辺はあれなんですけど、ただ脱いでる仕事して、それだけがちょっと後ろめたいだけですね。両親には会社勤めと偽っている。なのに顔を見せてもいいというその理屈がわからなかった。出勤は毎朝10時過ぎ。今日は早速敷地番手で親帰ってます。はい、わかります。午前中からやってくる客もいるらしい。客が来るまで花は待機して時間を潰し続ける。受付の裏手に殺風景な待機室があった。声がかかればホテルに出かけまた戻ってくる。夜までずっとその繰り返し。遅番の同僚から連絡があった。気の合う仲間。今日ね、仲間とおしゃべりでもしていないと気がめいってくるという、うん、ああ分かったよ、じゃあ待ってるよ。じゃあ5時前ぐらいに着く感じだね。あ、いいよいいよ、うん大丈夫。来たかな、ここだよ。ああ
やってきた2人は実の姉妹。なぜこの仕事を選んだのか彼女たちに尋ねてみた。うちら風俗だけは絶対やんないと思ったよ。そうそうそう、うん、絶対そこだけは行っちゃダメだって、うん、って思ってて、ね、でもお金はいいっていうのだけは分かってたって感じだよね。同時に入って、なんだ、ホスト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 で、ホストにハマって、一緒にハマって、で、ね、ね、それがとんでもない額を、とんでもない額を、でキャバクラやってたんですけど間に合わないっつって、でオッパブ行って、オッパブじゃ間に合わないで、風俗で、一品稼げるならここって。うん、で先にやってたんですよね、ジャンが。また別の理由ですか。あれ一緒か、嘘か。どのぐらいだったんですか。100万ぐらい。もうみんなでも返し終わってるしね、大体ね。でもあんまたまんないよね。そうだね。この仕事楽しいですか。この仕事ですか。うん、仕事だろう。今日は多分一人だと孤独に落ちて、こういう風に集まると一瞬忘れるの仕事のこと。うん、うるさすぎて。で電話かかってくると落ちる。恋人コースで。恋人コース、はい。リピート皆様。はい。うん、見てくんね。うん。うん、この日三人目の指名。あ、あ、それね。うん、見てくんで。脱ぎ散らかしてあった人のパンプスをきれいに揃える仕草がごく自然だった。ホストクラブに熱を上げたのは短大時代。一晩で20万円使ったこともあったらしい。幼い頃に両親が離婚して母親に育てられた。自分の不始末で親に迷惑はかけられない。花には彼氏がいる。これが彼氏のプリクラですね。花さんの仕事は知らないんですか、ね、知らないですね、うん、はい、あ、言えないですね。うん、別の日ホテルで接客中の花から店長に緊急連絡が入った。見ず知らずの男と個室に二人っきり。この時代何が起きてもおかしくはない。青ざめた表情で花がホテルから出てくる。その肩が落ちていた。続いて店長と客。女性と客はいかなる場合も一線を越えてはならない。店には厳格な規定が設けられている。どうやら客は禁じられた行為をほのめかしたらしい。口にするだけでも規定に触れる。花は不快な出来事に憔悴しているように見えた。彼女たちは絶えずリスクを背負っているということだ。こんな客は出入り禁止のブラックリストに載る。僕に言われたでしょ、共演もダメですよって。で最後にサインしたでしょ、あなた。でなんでそんなことするの。彼女に申し訳ないって気持ちあんの。なさそうだけど。あのさ、うちのお店の女普通の女の子なんだよ。似たようなトラブルが1ヶ月に1人か2人。ブラックリストには本人の顔写真も添付されていた。そうですね、ここ最近出たんですけど、まあ、女の子たちこう乱暴な行為とかこう無理に強要したとかいったお客さんの、まあ、反省文ですね。もしも相手が刃物でも手にしていたら、それは背筋が寒くなる想像だ。不安に蓋をして働き続ける花に、もう一度確かめずにはいられなかった。本当に顔を出しても構わないのか、周囲が知ったらどうなるのか。
多分すんごい怒られると思うし、多分彼氏とは別れなきゃいけなくなるかもしれないね。やっぱ好きな相手がこういう仕事やったら嫌じゃないですか。そうなっちゃうかもしれないけど、でもそんな人にどうこう言われるような仕事だとは思わないんで、ただ風俗ってイメージが悪いだけで、やってることはちゃんとお金も稼いでるし、自分の体張ってやってるんで、まあ、それは自信持っていることなんで、まあ、それが原因で辞めるとかはしたくないんで、中途半端に。だったら親や彼氏に認められるように話をして、こういう仕事をしてるんだみたいな。でもそんな後ろめたいようなそういうことはしてないからってことを堂々と言って、うん、納得してもらえるようにして仕事は続けていきたいって感じです。はい、今日の件こちらになります。はい、はい、この日花は5人の男と向き合った。仕事にプライドを持つことは悪くないけれど、金銭と引き換えに自分が何を差し出しているのかを立ち止まって考えてみたことがあるのだろうか。客にいじられた髪の毛はそのままにはしたくない。入念なセットを終える頃、花はもう別人の顔になっていた。いや、これが彼女の素顔かもしれない。その人は沖縄行きの飛行機に乗ろうとしていた。飛行機も初めてなら、プロカメラマンの前に立つグラビアの撮影も初めて。グループから少し距離を置いてただ立ち尽くしている18歳。その姿がまるで幼子のように見える。アリサは高校卒業と同時に業界に飛び込んだばかりだった。彼女が背負った物語はあまりにも切なく、そしてひどく重かった。店で働き出す前、アリサを待っていたのは情報誌のグラビア撮影だった。これですか。一生祈願です。なんかあるの？お金が貯まること。18歳、経済的な理由を口にするのは早すぎる。見ますか？ありがとう。その顔にはまだ少女の素朴さが残っていた。けれど入念なメイキャップが彼女を変身させていく。男たちが求めるイメージを身にまとい、アリサは微笑みを作った。やがて彼女を消費しに来るまだ見ぬ男たちに向かって、それでは、はい、いきます。はい、この業界には珍しい、なんか純粋なタイプで、なんかタレントじゃないのって思っちゃう。なんか違うもの持ってますよね。多分芝居好きなんじゃないかな。こういうのってあれじゃないですか、この場で女優になることじゃないですか、多分ね。それで、はい、いい感じです。店の女性たちが掲載される情報誌は規制の多いビジネスにとって貴重な宣伝媒体だ。デビュー目前のアリサは記者のインタビューも受けることになった。ですね、将来の夢とか目標とか。夢、目標、お金持ち。お金持ち、お金持ちになったらまず何をしたいのかあります？まず親に家を建ててあげたい。それは今時珍しい夢。自分はなんか自分でなんか旅行したいとか、なんか欲しいとか。そうなんですか？私は特に、特に私はないですね。
早くに両親が離婚した。母親は病気がちで働くことも難しい。親子の暮らしを祖母が支えてきたという。金になる仕事への憧れが生まれるのは自然だった。やっぱ家が貧乏で片親しかいない、母親しかいなくて、で全然なんだろう、やっぱ収入源もなくて、おばあちゃんとかもやっぱお金とかで生活してたじゃないですか。だから私が高校卒業してちゃんとした大人になったら、そういうこういう仕事についてお金を稼いで、で親に仕送りして、で人並み以上の生活をさせてあげて。でもだからといって性風俗に足を踏み入れなくてもいいではないか。私たちの思いを振り切るように入店の準備は着々と進んでいた。この仕事はどうやって見つけたの？この仕事はインターネットですね。漫画喫茶で検索して見つけました、うん、友人が似たような仕事に就いていた。手っ取り早く稼ぐなら風俗がいいと教えられた。可愛らしい店のロゴマークも気に入った。この日初めてアリサは店に足を向けた。実際に働き始める前に仕事の内容やシステムなどを教わるのだという。案内されたのは畳2畳分にもならない小部屋だった。今仕事するときは大体ここで、はい、1日1部屋使ってもらう感じになるんで、はい、大丈夫ですかね、うん、まあ照明も明るくできるんですか。お仕事するときはそのくらいの明るさを決めて、はい、うん、やっぱり女優になりきるところですね、うん、会話を自分の好きな人と接するのが一番大事ですね。彼女はどうですか、期待できます。いや、もうものすごく期待の星ですね。こんな可愛い子見たらいいんですよ。どの辺が普通のまだ青春の女の子じゃないですか、単純に。それが一番お客さんに受けるポイントなんで、まあ、変にアバズレではないと思うか。アバズレって何ですか。アバズレって何ですか。それはまだ知らなくて大丈夫です。あ、そうですか。それ違いますか。多少はあります。演じるのは得意。得意じゃないですけど、うん、昔から多分身についちゃってると思うので。なんで、なんでなんか辛いこと隠そうと思って演じる自分ができてて、もうすでに友達の前でもおばあちゃんの前でも親の前でも、だがアリサの初出勤は延期になった。実家に暮らす祖母が過労で倒れ突然の入院。私たちは見舞いに行くというアリサを乗せて病院へ向かった。18歳で金持ちになりたいと強く望む彼女、その素顔を覗き込めるような気がしたから。彼女の家庭では祖母は大黒柱のような存在だったという。アリサは小一時間で病院から出てきた。いや、あのおばあちゃん寝てましたね。話はできた。話してないです。あ、そう。疲れてた。疲れてたっていうか寝てて、すごい寝顔見てたらかなり切なくなってきて、うん、それはどういうことだ。いや、今までこんなに疲れてたんだなって気づいてあげられなかったのがすごい。また頑張ろうと思って。そうですね、新たにちょっと
決心を決めてきました。どうやら入院は長引きそうだ。私たちは実家を見せてほしいと頼んでみた。ためらった末に有沙は受け入れてくれた。本当に見せるんですか？本当に見せるんですか？瀟洒な住宅の陰に隠れるようにしてその家はあった。そこですね。中はちょっと無理ですね。母親は外出していたが、これが有沙の実家だった。三つ坪ほどのスペースに祖母と3人で暮らしていたという。上の電気あるじゃないですか、あれと、あと何があるだろう。いや、洗濯機はないですね。近くにコインランドリーがあるんですけど、そっち行くと。テレビはない？テレビないです。ラジオもない？ラジオないです。極限に抑えてるんで、お金の出費を。3日後、初出勤の日。おはようございます。今日初めて出るんだよね。はい。どうですか、心境は？いや、緊張しますね。すごい。なんとか頑張ります。はい。誰もがそうであるように、アリサも幸せを探していた。だが、幸せには様々な形がある。そして、それに気づくには心の豊かさが必要だ。彼女が身を置くのは、心を豊かに育てることの難しい職場だった。大丈夫です。とりあえずお客さん着くまでは、こう目で待機してもらう感じになるから、はい、アリサちゃん目当てのお客様が来たら、あそこの電話が。はい。ことになるんで、アリサちゃん受けてもらって、はい、でお客さんのお時間コースを聞いて、はい、そして、はい、はい、大丈夫ですね。なんか出勤する前は大丈夫だろうなと思ってたんですけど、すごいドキドキしてますね。作り笑顔が消えていく。かける言葉が見つからなかった。カタログのようなその写真は、彼女の歴史も育った背景も伝えてはいない。アリサはじっと電話を待つ。見知らぬ相手と束の間の恋人を演じるために。最後までやめた方がいいとは言えなかった、はい、君のいない道を。この日、アリサの部屋を訪れた客は4人。いや、すごい緊張しました。精神的にでも頑張ります。引き直したルージュが悲しく光っていた。今日お客さん4人で、はい、ホテルは3万2000円ですね。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。で、次回が来週の火曜日ですね。はい、じゃあその感じで、はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。はい、その足でアリサは銀行に向かい、
手にした額の半分を母親の口座に振り込んだ。半月が過ぎた頃、情報誌の表紙には彼女の笑顔。この調子でいけば有沙の人気は上がるかもしれない。だが私たちは素直に喜ぶ気にはなれなかった。需要と供給の歪んだバランスの中で、きっと有沙は消耗してゆく。有沙さん、この業界で頑張っていけそうですか？はい、頑張ります。やっぱりお金のためもあるんですけど、この業界でナンバーワンのアイドルになりたいです。いつか彼女が立ち止まり、幸せの意味を問い直す日が来ることを祈った。ほのか22歳。毎月一度彼女は銀行に出かける。この2年余り、どんなに忙しくても両親への送金を欠かしたことはないという。父親と母親にそれぞれ5万円ずつ。仕事に出かけるときはできるだけ自分で弁当を作るように心がけていた。慣れた手さばき。小学生の頃はなんていうのかな、土曜日のお昼ご飯を作って弟たちに食べさせてみたいな感じでしたね。食事に気を使うのは美容と健康のため。ほのかには奇妙な癖がある。目に見えるものだけを信用するとでも言うのだろうか、箱の中にはかなりの現金が入っていた。外にいても手元にある程度現金がないと落ち着かないらしい。嫌ですね、見せるの。え、お金はいつもお家に置いておくんですか？そうですね、ある程度置いておきます。聞けばそれは幼い頃に受けた心の傷が原因だった。両親が離婚し、2歳で母親に引き取られた。けれど金銭感覚に疎かった母親はある時期何もかも失う。持ってない。幼かったほのかは見知らぬ男性に預けられたこともあったようだ。できる限りも現金。どうやら複雑な過去があるらしい。少女時代の写真は極端に少なかった。高校を卒業し看護師になったほのかには長年温めてきた夢があった。歌手になること。そのステップとして業界に飛び込んだ。職業 AV 女優。カメラの前に赤裸々な姿を晒す仕事。ほのかは AV 女優としての成功を手にしていた。写真集も何冊か出版され、出演したビデオは20本以上に上る。業界でいうところの AV クイーン。最近は少しずつテレビからも声がかかるようになった。彼女の中では歌手への夢が近づいている。もうちょっとキープを私もちょっとしよう。夢を貫きたいと決めたのが20歳の時。真っ当な方法では歌手になどなれないと考えた。ならば体当たり。ちょっと口元ふわっとしてさ。今の仕事は最後の手段だ。仕事から帰ったほのかを嬉しい荷物が待っていた。頼んでたのが届きました。送り主はふるさとの父親、つまり母親の再婚相手。父親とほのかはうまくいっている。すげえ。だがうまくいっている分心が痛む。父親は彼女の本当の仕事を知らない。もうお父さんに一番バレないために
今やっぱり自分中途半端だし、その仕事も夢を追っかけてるだけでまだ全然実現もしてなくて、しかも今 AV 女をやってるなんて言ったら多分お父さん激怒すると思うから。いつか父親に胸を張って報告できる日を夢見て、彼女は体を張り続ける。その良し悪しを問うことは私たちにはできなかった。私のチャンスは1回しかないんですよ。だからその1回に全部をかけて、やんないで後悔する、やって後悔した方がいいから。まあでもこのチャンスにはかけたい。はい、お電話すべきです。佐藤と申しますが。佐藤様、はい。307に入りましたので。はい、307ですね。はい。待つこと10分余り。どうぞ。すいません、はい、いいえ。こちらも彼女も緊張していた。どうも。これはタイマーです。いつもと。顔を見せても構わない。取材の条件を満たす女性は限られていた。そして彼女たちはプライドと自責の思いの間で揺れている。私たちはまた一人そんな女性に出会うことになった。この店で働いているのは10代の終わりから20代半ばまでの女性たち。求めに応じて様々なコスチュームでサービスを提供してくれるという。ニーズのないところにビジネスは成立しない。つまり世間には風変わりな欲望を持つ男がいるということだ。原さんですね。今早番でも一番人気ある女の子で、会えばいい子だとすぐ、はい、分かると思います。私たちの条件を受け入れてくれた人、花、20歳。まずホテルの方に向かっていただくんですよね。2時間とおっしゃって休憩で入ってください。お部屋決まりましたらこちらの方にお電話いただけますか。指定されたホテルは店から歩いて3分足らずの距離にあった。外界と遮断された暗い部屋に空調の音だけが響いている。ここが店の女性たちの職場だった。働き始めたのは2年前。初めはためらいもあったらしい。キャバクラで、ね、お酒は飲めないのに無理して働くんだったら、まあ脱いだりとかするんですけど、割のいいこっちの方がいいかなっていう、うん、でも話聞いたら割とソフトな感じだったんで、でそれだったらできるかなみたいな、うん、ちゃんと家にもお金を入れてるんで、まあその辺はあれなんですけど、ただ脱いでる仕事してそれだけがちょっと後ろめたいだけですね、うん。両親には会社勤めと偽っている。なのに顔を見せてもいいというその理屈が分からなかった。同じように振る舞ってもらうことにした。試しにリクエストしたのはセーラー服。こんな感じですね。見知らぬ相手と肌を合わせなければならない仕事。まずシャワー浴びるときに殺菌効果があるんで、受付の裏手に殺風景な待機室があった。
声がかかればホテルに出かけ、また戻ってくる。夜までずっとその繰り返し。おそばんの同僚から連絡があった。気の合う仲間。今日ね、仲間とおしゃべりでもしていないと気がめいってくるという。うん、あ、分かったよ、じゃあ待ってるよ。じゃあ5時前ぐらいに着く感じだね。あ、いいよいいよ。うん、大丈夫。来たかな。ここだよ。やってきた2人は実の姉妹。なぜこの仕事を選んだのか、彼女たちに尋ねてみた。うちら風俗だけは絶対やめない。そうそうそう、絶対そこだけ行っちゃダメだって思ってて、ね、でもお金はいいっていうのだけは分かってたって感じだよね。同時に入って、なんだ、ホスト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 で、ホストにハマって、一緒にハマって、うん、で、ね、私がとんでもない額をして、とんでもない額を、でキャバクラやったんですけど間に合わないっつって、でオッパブ行って、オッパブじゃ間に合わないで、風俗で、一品稼げるならここって、うん、で先にやってたんですよね、ちゃんが。あと別の理由ですか。あれ一緒か、オッソか。どのぐらいだったんですか。100万ぐらい。もうみんなでも返し終わってるしね、大体ね。うん、うん、でもあんまたまんないよね。そうだね。この仕事楽しいですか。この仕事ですか。うん、仕事だろう、今日は多分一人だと孤独に落ちて、こういう風に集まると一瞬忘れるの、仕事のこと。うん、うるさすぎて。で、電話かかってくると落ちる。恋人コースで。恋人コース、はい。リピート、皆様。はい。うん、見てくんね。うん。この日、3人目の指名。あ、あ、するね。うん、見てくんね。脱ぎ散らかしてあった人のパンプスをきれいに揃える仕草が、ごく自然だった。ホストクラブに熱を上げたのは短大時代。一晩で20万円使ったこともあったらしい。だが、アリサの初出勤は延期になった。実家に暮らす祖母が過労で倒れ、突然の入院。私たちは見舞いに行くというアリサを乗せて病院へ向かった。18歳で金持ちになりたいと強く望む彼女。その素顔を覗き込めるような気がしたから。彼女の家庭では祖母は大黒柱のような存在だったという。アリサは小一時間で病院から出てきた。いや、おばあちゃん寝てましたね。話はできた。話してないです。あ、そう。疲れてた。疲れてたっていうか寝てて、すごい寝顔見てたらかなり切なくなってきて。うん、それはどういうことだ。いや、今までこんなに疲れてたんだなって気づいてあげられなかったのがすごい。また頑張ろうと思ってたので。そうですね、新たにちょっと決心を決めてきました。どうやら入院は長引きそうだ。私たちは実家を見せてほしいと頼んでみた。ためらった末にアリサは受け入れてくれた。本当に見せるんですか。本当に見せるんですか。商社な住宅の陰に隠れるようにして、その家はあった。そこですね。なんか
中はちょっと無理ですね。母親は外出していたが、これがアリサの実家だった。三坪ほどのスペースに祖母と3人で暮らしていたという。上の電気あるじゃないですか、あれと、あと何があるだろう。いや、洗濯機はないですね。近くにコインランドリーがあるんですけど、そっち行くと。テレビはない？テレビないです。ラジオもない？ラジオないです。極限に抑えてるんで、お金の出費を。3日後、歪んだバランスの中で、きっとアリサは消耗していく。アリサさん、この業界で頑張っていけそうですか？はい、頑張ります。やっぱりお金のためもあるんですけど、この業界でナンバーワンのアイドルになりたいです。いつか彼女が立ち止まり、幸せの意味を問い直す日が来ることを祈った。ほのか22歳。毎月一度彼女は銀行に出かける。この2年余り、どんなに忙しくても両親への送金を欠かしたことはないという。父親と母親にそれぞれ5万円ずつ。仕事に出かけるときはできるだけ自分で弁当を作るように心がけていた。慣れた手さばき。小学生の頃はなんていうのかな、土曜日のお昼ご飯を作って弟たちに食べさせてみたいな感じでしたね。食事に気を使うのは美容と健康のため。ほのかには奇妙な癖がある。目に見えるものだけを信用するとでも言うのだろうか、箱の中にはかなりの現金が入っていた。外にいても手元にある程度現金がないと落ち着かないらしい。嫌ですね、見せるの。え、お金はいつも持って置いておくんですか？そうですね、ある程度置いてきます。聞けばそれは幼い頃に受けた心の傷が原因だった。両親が離婚し、2歳で母親に引き取られた。けれど金銭感覚に疎かった母親はある時期何もかも失う。持ってない。幼かったほのかは見知らぬ男性に預けられたこともあったようだ。できる限りの現金。どうやら複雑な過去があるらしい。少女時代の写真は極端に少なかった。高校を卒業し看護師になったほのかには長年温めてきた夢があった。歌手になること。そのステップとして業界に飛び込んだ。職業、そしてひどく重かった。店で働き出す前、アリサを待っていたのは情報誌のグラビア撮影だった。お守りは何ですか？お守りはこれですか？これですか？一生祈願です。何かあるの？お金が貯まること。18歳、経済的な理由を口にするのは早すぎる。飲みますか？ありがとう。その顔にはまだ少女の素朴さが残っていた。けれど入念なメイキャップが彼女を変身させていく。
男たちが求めるイメージを身にまとい、アリサは微笑みを作った。やがて彼女を消費しに来るまだ見ぬ男たちに向かって、それでは入ってます。はい、この業界には珍しい、なんか純粋なタイプで、なんかタレントじゃないのって思っちゃう。なんか違うもの持ってますよね。多分芝居好きなんじゃないかな。こういうのってあれじゃないですか、この場で女優になることじゃないですか、多分ね。さあそれで、はい、いい感じです。店の女性たちが掲載される情報誌は規制の多いビジネスにとって貴重な宣伝媒体だ。デビュー目前のアリサは記者のインタビューも受けることになった。ですね、将来の夢とか目標とか。夢、目標、お金持ち。お金持ち、お金持ちになったらまず何をしたいのかあります。まず親に家を建ててあげたい。それは今どき珍しい夢。自分はなんか自分でなんか旅行したいとか、なんか欲しいとか。そうなんですか。私は特に、特に私はないですね。早くに両親が離婚した。母親は病気がちで働くことも難しい。親子の暮らしを祖母が支えてきたという。金になる仕事さ充実に。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日は早速敷地番組で親帰ってます。はい、分かります。午前中からやってくる客もいるらしい。客が来るまで花は待機して時間を潰し続ける。受付の裏手に殺風景な待機室があった。声がかかればホテルに出かけ、また戻ってくる。夜までずっとその繰り返し。遅番の同僚から連絡があった。気の合う仲間。今日ね、仲間とおしゃべりでもしていないと気がめいってくるという。ああ、分かったよ。じゃあ待ってるよ。じゃあ5時前ぐらいに着く感じだね。あ、いいよいいよ。大丈夫。来た。このここだよ。やってきた2人は実の姉妹。なぜこの仕事を選んだのか、彼女たちに尋ねてみた。うちら風俗だけは絶対やめない。そうそうそう、絶対そこだけ行っちゃダメだって思ってて、ね、でもお金はいいっていうのだけは分かってたって感じだよね。同時に入って、なんだ、ホスト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 で、ホストにハマってる、一緒にハマって、で、ね、私がとんでもない額を、とんでもない額を、でキャバクラやったんですけど間に合わないっつって。でオッパブ行って、オッパブじゃ間に合わないって風俗で、いっぺん稼げるならここって。で先にやってたんですよ、お姉ちゃんが。あと別の理由ですか。あれ一緒か、オッソか。どのぐらいだったんですか。100万ぐらい。もうみんなでも返し終わってるしね、大体ね。でもあんまたまんないよね。そうだね。この仕事楽しいですか。この仕事ですか。この仕事だろう、今日は多分一人だと孤独に落ちて、こういう風に集まると一瞬忘れるの、仕事のこと。うるさすぎて。で電話かかってくると落ちる。恋人コースで。恋人コース、はい。リピート、千田様。はい。見てくんね。
この日3人目の指名。行ってくんで。脱ぎ散らかしてあった人のパンプスをきれいに揃える仕草がごく自然だった。ホストクラブに熱を上げたのは短大時代、一晩で20万円使ったこともあったらしい。幼い頃に両親が離婚して母親に育てられた。自分の不始末で親に迷惑はかけられない。花には彼氏がいる、はい、これが彼氏のプリクラですね。花さんの仕事は知らないんですか、ね、知らないですね、うん、はい、あ、言えないですね。うん、別の日ホテルで接客中の花から店長に緊急連絡が入った。見ず知らずの男と個室に二人っきり。この時代何が起きてもおかしくはない。青ざめた表情で花がホテルから出てくる。その肩が落ちていた。続いて店長と客。女性と客はいかなる場合も一線を越えてはならない。店には厳格な規定が設けられている。どうやら客は禁じられた行為をほのめかしたらしい。口にするだけでも規定に触れる。花は不快な出来事に憔悴しているように見えた。彼女たちは絶えずリスクを背負っているということだ。こんな客は出入り禁止のブラックリストに載る。僕に言われたでしょ、共演もダメですよって。で最後にサインしたでしょあなた。でなんでそんなことするの。彼女に申し訳ないって気持ちあんの。なさそうだけど。あのさ、うちのお店の女普通の女の子なんだよ。似たようなトラブルが1ヶ月に1人か2人。ブラックリストには本人の顔写真も添付されていた。そうですね、ここ最近出たんですけど、まあ、女の子たちこう乱暴な行為とかこう無理に強要したとかがお客さんの、まあ、反省文ですね。もしも相手が刃物でも手にしていたら、それは背筋が寒くなる想像だ。不安に蓋をして働き続ける花にもう一度確かめずにはいられなかった。本当に顔を出しても構わないのか。周囲が知ったらその家はあった。そこですね。中はちょっと無理ですね。母親は外出していたが、これがアリサの実家だった。三坪ほどのスペースに祖母と三人で暮らしていたという。上の電気あるじゃないですか。あれと、あと何があるだろう。いや、洗濯機はないですね。近くにコインランドリーがあるんですけど、そっち行くと。テレビはない。テレビないです。ラジオはない。ラジオないです。極限に抑えてるんで、お金の出費を。3日後、初出勤の日。おはようございます。今日初めて出るんだよね。はい。どうですか、身長は。いや、緊張しますね。すごい。なんとか頑張ります。はい。誰もがそうであるように、アリサも幸せを探していた。だが幸せには様々な形がある。そしてそれに気づくには心の豊かさが必要だ。彼女が身を置くのは心を豊かに育てることの難しい職場だった。
大丈夫です。とりあえずお客さん着くまでこの部屋で待機してもらう感じになるから、で、ありたちゃん目当てのお客様が来たら、あそこの電話が、はい、音鳴るんで、はい、ありたちゃん受けてもらって、はい、で、お客さんのお時間コースを聞いて、はい、そして、はい、はい、大丈夫ですね。なんか、出勤する前は大丈夫だろうなと思ってたんですけど、すごいドキドキしてますね。作り笑顔が消えていく。かける言葉が見つからなかった。カタログのようなその写真は彼女の歴史も育った背景も伝えてはいない。アリサはじっと電話を待つ。見知らぬ相手と束の間の恋人を演じるために。この業界でナンバーワンのアイドルになりたいです。いつか彼女が立ち止まり幸せの意味を問い直す日が来ることを祈った。ほのか22歳。毎月一度彼女は銀行に出かける。この2年余りどんなに忙しくても両親への送金を欠かしたことはないという。父親と母親にそれぞれ5万円ずつ。仕事に出かけるときはできるだけ自分で弁当を作るように心がけていた。慣れた手さばき。小学生の頃はなんていうのかな、土曜日のお昼ご飯を作って弟たちに食べさせてみたいな感じでしたね。食事に気を使うのは美容と健康のため。ほのかには奇妙な癖がある。目に見えるものだけを信用するとでも言うのだろうか。箱の中にはかなりの現金が入っていた。外にいても手元にある程度現金がないと落ち着かないらしい。嫌ですね、見せるの。お金はいつも持って置いておくんですか。そうですね、ある程度置いてきます。聞けばそれは幼い頃に受けた心の傷が原因だった。両親が離婚し2歳で母親に引き取られた。けれど金銭感覚に疎かった母親はある時期何もかも失う。持ってない。幼かったほのかは見知らぬ男性に預けられたこともあったようだ。できる限りも現金。どうやら複雑な過去があるらしい。少女時代の写真は極端に少なかった。高校を卒業し看護師になったほのかには長年温めてきた夢があった。歌手になること。そのステップとして業界に飛び込んだ。職業 AV 女優。カメラの前に赤裸々な姿を晒す仕事。ほのかは AV 女優としての成功を手にしていた。